はい、皆さんこんにちは、ブラザー610です。今日は2019年8月の13日、お盆の真っただ中なんですけれども、台風が来てしまいまして、あいにくの天気です。しかしながら子供たちは元気いっぱいなので、めいっ子、おいっ子を連れてイルカと気軽に楽しめることができる施設、ドルフィンリゾートというところにやってきました。場所は和歌山県の太地町というところにある施設なんですけれども、水族館に行くよりもお手頃な価格でイルカと遊ぶことができる施設です。天気が心配だったんですけれども、僕たちが行った時にはちょうど雨が上がっていい感じに参加することができました。普通の水族館では味わえないような距離でイルカやカメさんたちと戯れることができます。入場料のみなら大人は200円、4歳以上の子供は100円とリーズナブルな価格です。今回は僕たちも入場料のみの体験でしたが、とても楽しめました。5歳以上の子供は全ての体験ができるそうなので、子供がもう少し大きくなったらまた来たいと思います。今回の動画は以上です。和歌山県太地町の近くに来た際には一度立ち寄ってみてはどうでしょうか。その他のおすすめスポットも概要欄にリンクを載せておきますので、チェックしてみてください。動画のご視聴ありがとうございました。それでは。